次はあいつを桐生役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。 2006年冬、 ある事件が起きていました。 近江連合史上最強と謳われた伝説の極道が突然姿を消したのです。彼の名は近江連合直参合流会二代目会長合田龍二。その夜神室町で合田龍二と桐生一馬東西の龍が激突したと言われています。 勝敗の行方は闇に葬られました。実は消えた合田龍二は今もどこかで生きているのではないか。もしかするとこんやこの場所に。 先ほど桐生一馬を下した戦士上流が新たに堂島の竜を演じます。ついに3戦目、もはや逃げ場はありません。食うか食われるか、伝説の極道頂上決戦が今皆さんの前でよみがえります。 Yeah!
た目だけはいい線いってたかな。あいつは虎の意を狩るなんてなね、死んでもやんねえ。粋な出し物だったじゃねえの、獅子堂。やるな。恐れ入ります、会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持っております。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありませんで。見事なショーでしたな、桐生さん。ほんま、しびれましたわ。こっちは約束を果たした。さっさと教えろ、花輪はどこにいる。まあ、そう慌てんと。お祝いを言わせてください。ちょっとぐらいおしゃべりに付き合ってくれたってええやないですか。この景色どないです。きらびやか、ゴージャス。どん底におった俺には眩しすぎる光の街や。15の時、俺は親に捨てられて、こことは別の闘技場にぶち込まれてました。解消なしで借金まみれのおとんは何でも金にしよるもんで、今頃はどっかでノタルジンドルやろな。そのせいで俺は似たような年頃のガキどもと殴り合い、殺し合いさせられる毎日。鬼人会の消耗品ですわ。生き残るには強なるしかなかった。もっとも強なったとこで気まぐれに殺されることもある。強さと幸運、どっちか一つでもなくしたら途端に死んでまう。他の誰かにいつ命を握りつぶされてもおかしない。こんなん笑って話せるようになったんはやっと最近の話です。ならお前にとって鬼人会は悪夢そのものじゃねえのか。その割に会長と随分来やすいように見えたぜ。今はそれなりに口聞ける立場になりました。鶴野の頭が俺を拾い上げてくれたおかげです。何十年と地べた張ってきた俺の力をあの人が見つけてくれた。まさに地獄に仏や。獅子堂いう名前は杯ん時渡瀬の親父につけてもらった名前です。クソまみれの過去全部捨てて生まれ変わるために。あんたは俺と違うでしょう、桐生さん。あんたの過去は堂島の竜や、喧嘩最強、仁義と男気にあふれた伝説の極道。まばゆいばかりの人生を歩まれてきた。